おはようございます。昨日夜11時ぐらいに、なんか屋根から落として、なんかトタン歩こうとして、で多分トタンって言ったらもう屋根のとこしかないので、でこれはまずいと思って家中の電気をつけて、とりあえず、まあ、屋根、台所の戸棚の食器棚のところから天井を覗いてもちょっと姿見えなかったんで、でも音はするんで、とりあえずあの隣の部屋のとこに脚立つけて屋根裏登ってみたら、やっぱりなんかもういる雰囲気はあって、でとりあえず蚊取り線香をつけて、で煙でちょっと追い出そうと思って、あとライトつけてちょっととりあえず屋根裏全体見てみたんですけども、逃げた後でしたね。であのネットでネットつけたところ、やっぱり一箇所あのなんか釘抜けてちょっと入れるようになってたんで、多分そこから侵入したんだと思います。なんでちょっと今日この後そこの、 あの外れた釘のとこ補修していきます。でなんか今日ちょっと気持ちいい、なんかハクビシンの匂いしなくなったなっていうのがあります。いつもだとその台所入るところはちょっとなんか尿臭臭かったりするんですけど、ハクビシン心持ちあんまりしない感じなのかなって思うと、もしかしたら毎日来てなんかやってたのかなっていうのもありますね。で昨日たまたま自分がその音に気づいて起きたけど、もしかしたら定期的に来てたのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど。でまあ昨日1日雨で、夜も結構雨ザーザーっていうザーザー降りだったんですけど、やっぱもしかしたら雨の日とか結構あの雨宿りで屋根裏に来るのかもしれないですね。なんでやっぱり、なんで雨の日はちょっと注意しないといけないのかなって思いました。雨の日はなるべく蚊取り線香とりあえず焚いておこうかなと思います。はい。でこの後ちょっと屋根裏行ってみて、まあネットの補修と、あとあれだね、糞がないかどうかちょっと確認してみます。で昨日見た感じちょっと餌は食べられてなかったんで、どうなんでしょう、そこら辺もちょっと確認してみたいと思います。なかなかハクビシンあれだね、しつこい感じなので、でまた今のネットだけじゃちょっとあれなんで、なんか金魚剤みたいなの買ってこようかなと思います。なんか匂いで追い払うっていうようなやつで、それでもダメだったらなんかライトとか超音波のやつとかなんで、とりあえず今回は禁煙剤、匂いのやつ買って、でそれでもまだなんか入ってくるようだったら、今度は超音波とか徐々にちょっといろいろやっていこうと思います。そんな感じです。はい。ここの隙間からハクビシンが多分侵入したと思いますね。ここだけなんかネットがくしゃくしゃになってて、なんか動物かなんかがまあいじったような跡があるんで、まあ、ここから侵入したと思います。隙間的には拳台ほどありますね。です。多分ここの侵入したと思うところにあのライトをつけて入ってこないようにしてましたね、一晩中。
ライトつけてからは物音はしなかったです。はい、こんな感じで打ち込みました。もう必要以上に過剰に打ち込んでます。これで釘落として侵入することはないと思います。でこの釘ちょっと網にかかってない2本なんですけど、間隙間まだあったんで、この釘で入ってこれないように柵代わりでちょっとやってますね。はい。